どうもショータイムゴルフです。4番ホール628ヤードパー5です。ナイスショー。木スレスレだったな目の前の木スレスレで綺麗なドローボールでした。ナイスショー。めっちゃ綺麗なフェード。多分真ん中です。おお、よいしょ。これも真ん中。あ、ここに2つありますね。320ヤード。おお、よいしょ。斜面。この斜面。スプーン。同じく残り320度。おっと。レフトライナーぐらい。180度。狙えますか？はい。もちろん。飛ぶんだった。なんか言ってますが、まあ結果を見てみましょう。ラフで左足下がり、まあ、ボールは半分ぐらい見えてますけど、まだ前がいますね。スプーンですか、うん、スプーンで打つにはちょっと結構ライ的には、でもちょっと浮いてるかな。マッチョなんで。え、マッチョなんで大丈夫です。ちょっと何言ってるか分かりませんが期待して見ておきましょう。はい、おーショー、ちょっと左だけど、いいとこ。花道、ナイスマッチョ。ワン115? 115? ピッチングで120ヤード打ち上げ入れて、うん、ナイスオンです。60度で、60ヤード、60度で。チンプレなんだそれ、久々にこんなだったと。4打目は距離がエッジまで40ヤードぐらいですね。ピンがそこから5ヤードぐらい入ってます。あ、ちょっとオーバー、奥のバンカーですね。固まってます。630度のロングでエッジまで来ましたね。56度、ちょっと転がし目で行く感じで。ん、低めに出してどうかな。ナイス、まさの君バンカーショットです。うわ、惜しい。スピンが効かなかったかな。テールキバーディートライ。この目の前のこのバンカーをいかに攻略するか。その上通んのこれ。
プロの技ですね。めっちゃ跳ねた。はい、おーしえ、曲がんないの。ナイスパー。ちょっと思ったけどな。オッケー。さあ翔太さんのバーディーパット、630ヤードっていう長さもあまり苦にせず、もうイージーバーディーですね。イエーイ、連続バーディー、さすが。5番ホール388ヤードパー4、右にバンカーが3つ連なっていて、越えるのは結構距離は必要ですね。飛ばし屋なら越えてくるでしょう。かあ、完璧。素晴らしい。ビューフォーショー。おお。ナイス。今日一バイテルキ。あしょ。めっちゃ綺麗なフェード。146ヤード。アゲンスト。いやいや。打ち上げ。結構距離ありますね。うん、一応8で、8番で、うん、ちょっと手前かな。オンです。ちょっとこの位置からとピンは見えないですけど、残りが140くらいですかね、ピンまでは。140あるかないかぐらい。何番ですか？9番。高いフェードボール。見失った。お、ナイスです。85ヤード、60度で、ピンの根元に。あ、オンです。はい、翔太さんの3打目。2打目乗ってなかったですね、ちょっと奥こぼれてました。パターでいきます。100ヤードから乗りませんでした。はい、下りフック、しっかり打った。来た、やりました。さすが筋肉くん、外から入れてきました。プロバディートライ。めっちゃ切れる、めっちゃ切れた。打った瞬間右やった。お願いします。うわー、6番、378ヤードパー4。ちょっとどこ行ったかわかんないんですけど、ナイスショット。ビタミン C、 簡単に入れたら落下するやつ。うん、ドローボール。
ドローボール。ナイスです。ナイスです。どうか。こんなロケ。どう。はい。どこだ。これか。やべえ、右。128。9番やん。ドローしてこない。おお、いい。いいぞ。ナイス。ナイスです。100?110。だいぶつま先上がりのとこ行きましたね。クラブは50度。50度。右端から。だいぶ上がった。左手前ぐらいですかね。OK。20メートルぐらいあるかな。バーディーパット。惜しい。しっかり打った。全然届かない。やばいなこれ。結構残りました。だいぶポコポコ跳ねてたからね。バーディーパット。テレキのみたいでも相当綺麗になるね。おお、めっちゃ綺麗だこれ。入ったと思ったけど。さあ、ダメだな、やっぱ。読み切った。ナイス。ナイスパ。Please subscribe and 高評価お願いします。